ポアン・アンドレス・モヒカ・パラシオは、コロンビア・サンティアゴ・デカディ出身のサッカー選手。ラリーがエルチェ・ CF 所属。ポジションは DF。コロンビア代表。アカデミア FC で選手となり、2011年6月25日に、初出場。2012年に、ジャネロス FC に移籍。2013年1月に期限付き移籍で、デポルティーボ・ボカリに加入。 3月30日にカテゴリアプリメーラ A で初出場となった。2013年7月5日にリーガイスパニョラプリメーラディビションのラージョバジェカーノに1年の期限付き遺跡で加入。9月15日のマラが CF 戦でセバスティアン・フェルナンデスに代わって出場し、スペインデビュー。2014年7月28日に4年契約でラージョバジェカーノに完全遺跡。すぐに、 セグンダ・ディビシオンのレアル・バラドリードに期限付き移籍した。ここでは左ウィングとして起用された。2015年8月6日にレンタル期間を1年を延長した。2017年1月31日に同じくセグンダ・ディビシオンのジローナ FC に半年の期限付き移籍。2016から17シーズンにジローナは史上初の一部昇格を決めると、 彼のレンタル期間も1年を延長された。2020年9月22日、アタランタ BC へのローン移籍が発表。しかし、2021年1月にローン移籍先をエルチェ CF に変更した。2021年8月8日、エルチェ CF に完全移籍し、3年契約を交わした。2015年3月22日、バーレーン代表。 クウェート代表戦に臨むコロンビア代表メンバーに選ばれた。26日のバーレーン代表戦で、フアンフェルナンドキンテロに代わって出場し、代表初出場、79分にアンドレス・レンテリアのアシストをゴールに決めて、代表初得点、82分にはレンテリアにアシストをして、代表初アシストも記録した。2018年5月に2018フィファ。 ワールドカップに出場するコロンビア代表の予備登録メンバー35人に選ばれ、最終メンバー23人に残った代表での得点一覧。ありがとうございます。